さあ始まりました、プリトチャンネル、アゴギング、ショーちゃん、バンダ。今日はとあるところに来てます。後ろに見えてるんですけども、来てます。あのうちのチャンネルでも何回かやった変な自販機とかで1万円ってやったんですけども、今日やる自販機はこちらです。じゃじゃーん、じゃじゃーん、おー、人間自販機。こちらなんとこういうラーメンの自販機で、なんとじゃん、どうもすするです。すするさんのプロデュースしたラーメンの自販機なんですよ。すごいね、そんなの出せるんだね。オールドパンさんはね、すするの一回ねコラボしてますんで、すするさんがおすすめしてるラーメンってことですよね多分ね。でも確実にセレクトって書いてある、ね、セレクトね、厳選されたラーメンか、はい、ということでこちらのラーメンを今日はちょっとね食べたいんですけども、企画発表します。本日の企画はすするさんの自販機で1万円食べきるまで帰れません。いやーということで、すごい食うよ。3人で1万円分食べるんですか。3人で1万円分ということで、こちらねラーメン全部5種類なんで、これを1万円分食べたいと思います。はい、それではすするさんの自販機で1万円いってみよう。ということで買います。東京、これラーメン岩鉄さんですかね、丸町そば、ラーメンウォーカー東京2022-1位。次が平田の鉄次郎さん、群馬だよこれ、群馬。で次がこれ鳥中華新春屋本店さんですかね、うまそう。でこちらが静岡の濃厚豚骨ラーメンイケメンさんですね、うまそう。で最後また東京戻ってきました、はい、ナギじゃないですか。あ、ほんとナギだ、すごい煮干しラーメン、ナギ好きですよ。ちょっとあれなんですけど、個人的にプライベートでちょっと来たことありまして、あれ実は先駆けてる、先駆け、でその時東京以外のラーメン全部売り切れてたんですよ。え東京は食べれるじゃないですか。確かに他の地域のは食べれないから全部売り切れしてる。うわ、じゃあどうします。1個全部1000円なんですよ。なんで10杯買えば1万円、意外といけるね。なんでしょうちゃん3、これ3、パー3、4。なんでだよ、決まってんの。見た目何のゲーム。え、食べたいのあります。俺ちょっとこれかな、神豚、神豚って読むのかな。2枚も入ってる、もう俺絶対食べたいのです。これです、絶対うまいです。これだってこれ卵見て、ね、絶対うまいです。自分はですね、ナギ、え、ナギこの間も言ったんでしょ、煮干しめちゃ好きなんですよ。なんでめちゃくちゃナギ好きで食べたいですね。じゃあ今から1個買いましょうか。まずこれ、はい、ちょっと待ってよね。ってことは5か6ですよね。買う、こんな、うわ、でかい、見て、あ、でかいね。レトレト、スズルラーメンセレクション、めちゃくちゃおしゃれだな。麺が入ってる、もう入ってる。じゃあ残り9個あって、お家帰って食べましょう。はい、ということで、買ってました。5種類を1個、2個ずつで、はい、で10個で1万円分買ってきたんで、はい、次は紹介しましょう。よっしゃ、これ、しょうちゃんのやつだ、このマルチョーソバ食べたい。これマルチョー大好きなの。あと、博多ラーメン、はい、イケメン静岡、これ食べたい。ごめん、大好きだからさ。ですか、え、ズズルも参加されるよ。そうですか、見てください、鉄次郎ラーメン、見て、カメ豚、ニンニクだよね、ニンニク大好き、はい、僕はですね、すごい煮干しラーメンですね、これうまいんだよ、大好き。で、最後はこちら、じゃん、金の鶏中華、金色大好きだから、全部入ってくるじゃないかすごいな、これ今、これで8文字なんで、解凍して食べましょう。私がね、麺を入れましょう。あ、解凍屋さんだった、解凍作る、回答ズズルでした。せーの、ズルズル。ということで、はい、まずはこちら、ナギ、よいしょ。もう一気に2食分作ってもらいました、回答ズズルさんに作って、ありがとうございます、ズズルさん、はい、で、はい、まあもうみんな食べたい、2人前3人で食べちゃえば、確かに、え、え、よいよ、あれなんか聞こえる、争いなさい、あれ、こいつが言ってるぞ、はい、2人前しかないから3人中2人しか食えない、全然目合わせないよということで、みんな、ナギ食いたいでしょ。食べたいよ、じゃんけん、じゃんけん、マジで食べたい。食べたいよ、いや、これあと8食あるんですよ。ナギをパスしてくれるパターンもあります、他の食べたいから。じゃあパスしてみると、せーの、すごくね、こんなにうまそうなんだろ、じゃんけん、最初、早すぎる、そんな手軽な、じゃんけんじゃ負けるよ、そういう人は絶対弱腰ね、魂が飲め、最初はグー、じゃんけん、はい、いやー、なんだまあまあ、本麺じゃないんですよ。いただきますよ。いただきます。見てください、この麺の太さ。うわ、湯気。一見、うどんなんじゃないかと思っちゃうぐらい太い。いただきます。うわ、いい匂い。めちゃめちゃうまい。うめぇ、めちゃくちゃうまい。これめちゃくちゃうまい。これあの玉ねぎとかないだけで、これほんま、めちゃくちゃうまいわ。家で食べれるのはマジですごいわ。
ウバみたいな、ワンタンみたいなやつ、ワンタンみたいな、ちょっと食べちゃいますね。うん、うまっ。うわー、いい匂い。今ちょうど、いや、スープいって、危険だよ。あと8なんだから、まずは3倍くんすよ。なんで俺4なんだよ。これ、本当に冷凍食品界が震えると思う。でんかっ。どうぞ、ジョジョもお借りしました。あ、もう、はい、うん、これすごっ。高すぎる。うわっ、マルチョラーメン。うわー、マルチョ、マルチョ、マルチョ。うわー、おい、マルチョ下にかけるのがいっぱい。完食。めちゃくちゃうまい。完食。これはすごいわ。2個目がマルチョラーメン。いやこんな具多いの。じゃあもう決めましょう。はい、食べたい人。はい、はい、無理しないでいいですか。いやいや、無理じゃない、何倍でもいけるから。いきますよ、最初はグーじゃんけんぽい。いやー、どうだろう。言ったなー。きた、1食目きました。うわ、うまっ。うまっ。むちゃくちゃうまい。こんなに濃い感じなのに少し上品なところもあるね。うん、うん、油すごい。はい、豚とかの油と全然違う。むしろうまっ。はい、静岡なのに豚豚骨ラーメン。うわー、うわー、イケメン。やばいよ。取り方じゃないけど肩から。いや、これ食べてもすぐ行こう。私食べ終わりました。はい、うまい。行こうって。行きます。じゃあこれ食べたい人。はい、食べたいよ。いきましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。やったな。最初はグーじゃんけんぽい。うわうわー、オーケー。うわー、ちょっと神様、そりゃねえぜ。違うさ、味だからさ、これいけるわ。悪いけど、美味しい。ダメだー。博多ラーメンなんで、硬めのうちにパッと食べた方がいいと思います。いいですか。博多、いただきます。よし、うまっ。マイタイ、マイタイって言うんですか。博多で言って、うまいの。うまい、なんかすごい濃厚なクリームとか、うんうん、なんかバリ型な感じが、スープすごいあって、伝統の味っていい企画だもんですよね。で、スセルさんが選んだラーメンはやっぱうまいっすよ。すごいすごいボリュームです。と思えないぐらいの量。確かに、うわ、うまそう。豚骨食いたかった。いや、なかったな。飲めちゃうよ、麺が。いやいや、そんなことない。江戸ラーメン、おごめんや。うわ、来た。俺が一番食べたかったやつ。これ、めちゃめちゃ入ってる。なんか、麺の感じ全部違う。違うね、すごい。これなんか柔らかそう。なんか、結構感動する。あ、でもこれで、4品目なんで、これ食べ終わっても8割な。8000本ある。俺でもまだ1杯しかない。2杯目してもらう。パスタ次でしょ。おぉ、いったいった。ごめんです。おぉ、いった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 。終わり、これです。これが食べたかったド本命。食べたいよね、これ。もちろん、もちです。じゃあ、いきますよ。一応いきます。はい、普通ないと思う。これ、食べたい人。はい、食べたい人。はい、じゃあ、2杯お願いします。うおぉ、2回目でしたね。食べたいんですよね。食べたいですよ。じゃあ一個でもらっていいですか。どうぞどうぞどうぞ。なんかじゃもう一個、どっちか。今2杯目なんですけど、はい、結構もう分けてみましょう。食べましょうか、本当に。やめてよ、同情みたいな。それは変わってもね。そうっすよ、そしたらまあ同じになるんで。食べたいけどな、でもな。でも、同じ。スルースルースルー。パスね。挑戦させてもらいます。よっしゃ、すごい、あの、金の卵。卵はこれね、これを金って言ってたのかな。そういうことですよ。塩なんですよ、これ。なるほどね。塩なんだ。うまっしょ。これはすごいわ。鶏の出汁、半端じゃない。鶏飲んでるかぐらいぐらい、すごい。これが太麺でしっかりした麺なのに、すごい軽いです。軽いよね。重みが全くない。食べやすい。おお、天使さん、俺うまいわ。これすごい。これ卵、これ中華、美味しい、美味しい。俺食べたことって本店にしたくなった。多分卵本店だともっと違うと思う。確かに。
なんか全部衝撃的。うわっ、うまって感じで。はい、終わりました。わ、早い。めちゃくちゃうまい。ちょっとゆっくり投げて。分かる分かる。頼むよ、2人とも。あと1個しかないじゃん。もちろん。どうしたんでしょう。ここに来たもんね。3杯は結構きますよ。でも次で最後ですから。うわぁ、しょうちゃんが食べられてきた。うわぁ、ケツジローラン。うわぁ、これだよ、これ。うめぇよ、すごい。ニンニク、マジマジだ。正直これ1杯いくしないと。これは完璧。オッケー。じゃあ、あとはほんとしょうちゃんのバカが1杯で食べて。なんだ、一応聞きましたよ。おい、聞くまでもないか。はい、これ食べてきた。いや、待って。え、待って、待って、意味わかんなくなる。それ、2人で食べてないの？確かに、確かに2しか食べてないですよね。それも確定だから。え、行く。でもめっちゃ食いたいと思いますよ、俺。ジロー好きなんだ。うん、鉄人。あ、じゃあ、いけないんだ。なかなかいけない。それが食えるってなったら、だって行きたいとは思いません。いや、ちょっと前だったら。ね、ちょっとプレゼンしてもいいですか？どうぞどうぞどうぞ。パンダさんにプレゼンしますよ。いいね。食べるか分かんないで。体調悪いなとか、健康に気を使いたいなとか、パンさん思ってますよね。あ、思ってます。ラーメン、ニンニクめちゃめちゃ使ってます。ニンニク、めちゃくちゃ体にいいです。パンさん、豚、お肉の中で一番好きですね。一番好き。大量お肉が入ってます。豚っていうのはビタミンとか豊富ですから、体の健康にもなるし、肌も綺麗になるし、これ一石二鳥、いや、三鳥なんです。食べます。どうですか。どうぞ。いや、パスすんな。もうじゃんけんしよう。じゃんけんだ。ね、1時間前だったら本当に注文食べた。勝ち2人。勝ち2人。あ、食べないですか。びっくりなんだよ。ちょっと自然と参加した。もう背負うみたいな言ったの。決まり。いや、それ決まりだよ。分かったよ。ちょっとマジで受けたいな、これ。行くぜ。やばい。恨みっこなし。の最初はグー。じゃんけんぽい。本当は食べたかったんですけど、今のお腹じゃちょっときつい。いつもだったら俺もめっちゃ嬉しい。食べよう。はい、いただきます。いただきます。うわ、マジでジロー、これこれ。うわ、うん、普通のジローじゃない。うん、うまいっすよね。ジローって本当にあの醤油と油のあの味がするんだけど、最後なんかね、別の味がする。ジロー、あれ、あの、カニ豚。あー、これか。うん、すげえ。おー、うまっ。これ1000円やねん。これはすごいね。あ、今日自分の分買っとけばよかったなって言った。死んでる。死んでる。いや、うまっ。濃厚さは一緒なんだけど、味噌じゃないけど、何か味があるよね。あー、もう食べて。頑張ってください。頑張ってる。もうでも終わるから。うわー、やばい。あい、もう食えない。うん、神豚取ってるぞ。うわ、神豚取ったよ。はい、完食。食った。うわー、やっぱ4杯いったんすもんね。やばいっすよ、4杯。でも、うまいのは全部うまい。うまいですよね、全部。こんなお腹いっぱいでもうまいわ。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お前、無事完食。よし。なんでね、あの、ふつるさんのセレクトラン、あけぼろ橋、駅近くにありますので、皆さんもぜひ行って買ってみてください。はい、100万人おめでとうございます。どうだ、ふつるさん、おめでとう。では、ふつるさん、ありがとうございました。またコラボしましょう。ぜひお願いします。それでは、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、まったねー。バイバーイ。24時間貸し切り探しよう。バスリーあー、ひろめおっしゃー。バスリー、あとは歯磨いて寝るだけだぜ。イエーイ。出る出る出る前に出る前に出る出る